ヤフオクでお前の配信を売ってるやつについて、なんだそれ。いい商売見つけたな。どういうこと？俺の放送権限をヤフオクで売ってるってこと？視聴権限を。そこまで来たのかよ、なんか。そこまで来たのかよ、ついに、商売も。MP3 で売ってる。しかも2000円、安っ！え、なに、それは何？大量生産してちゃんと売ってんの？大量生産してちゃんと売ってんの？それ1個だけ2000円で売ってんの？どんだけお前、飯に困ってんだ？1人だけに2000円で売ってんの？バカなんじゃねえの？大量生産して組織的にやってる犯罪だったら許したけど。食いぶちに困ってさ、それ一人だけにそれ2000円で売るって2000円なんて別にさ、自販機の下も売りゃさ2000円ぐらいなんだろうが。バカなんじゃねえか。2個売れさ、やっぱ。訴えます。正式に。しかも俺はもう示談絶対しません。俺出るとこ出るから。コミュニティが7万人いて、1人当たり500円で俺売る予定だったらいくら？ 7 万かける500円の損害賠償を請求します。いくら？これガチだからね。いや、売れたはずだし、俺が売ったら。それ多分もう、ニコ生とかに拡散されてるから、いくら350万、絶対取るから。言っといて。3500万。いや、取ります。3500万の、損害賠償請求します。人のふんどしで商売しやがって。ニコ動には動画上げてるやつもガチで訴えるよ。それに、俺が自分で全部あげて、アフィつけてた金額分、取るからね。タケノコから、ジジマジンまでのやつら。お前ら震えて眠れよ。一生働けよ、俺の下で。12億8000万ぐらい多分みんなに請求することになるけど。よろしく。なんかみんな、なんか適当に計算しといて。今俺にニコニコ動画はさ、何本上がってんの？ 1 万本上がってるだろ。それに対して、まあ、平均、まあ、2万再生としようよ。2万再生も言ってないな。1万再生としようよ。1万かける1万。いくら？ 1 万かける1万。まずいくら？まずはそこから計算しようよ。1億だろ。かける、まあ、0.5。5000万。1人で、歴代の、いただろう。タケノコ、ヨン様、ナナシ。ジジマジン S、ポッキー、6人で5000万割って、1人当たり800万ずつ。ガン首揃えて今年中に払ってくれ。本来俺の所得になるはずだったんだから。あと、ウープもな、ウープ。あと、ネクトンもな。キバヤシも。よろしく。これ本当に、今年中に払わないと本当に出るとこ出るから俺。よろしく。あと、俺のマッド上げてるやつも、勝手に俺の服使って著作権を。俺相当心的外傷ストレスを感じてるから、それに関しては。俺を見せ物にしやがって、つって。締めて4億5千万ぐらい俺の手取りになる予定だからよろしくな。お前ら俺に踊らされてたんだよ。太ってきたから狩るわ、そろそろ。豚は太らせてから狩るんだよ。学んでけな、商売やってるバカどもは。ヤフオクで、よし、見よう。犯人特定した。ヤフオクで録画売ってるやつの知恵袋見に行こう。今から。このクソ犯罪者の よし、行くぞ。加藤純一名探偵が特定した。こいつ泳がせようぜ。なんか、おい、しばらく泳がせよ、こいつは。面白い事件起こしそうだから。おめえら通報すんじゃねえぞ。俺がいいよって言うまで泳がせることにした、俺の中で。どんどん、あれしようぜ、商売が広がってきて、利益を生み始めてから一気に畳みかけよう。ネタにする、それを。許さねえ。あ、見えねえな、ちょっとな。ちょっと俺、センスが落ちたな。キャプチャーの。金の話ばっかりしてんじゃねえかよ。どんだけ金困ってんだよ。てかさ、G メールにさ、加藤純一さんお金貸してくれませんかって、とんでもない長文で来たんだけど、それ読んでいいか。確定申告したのに会社から源泉の返、えー、貸し、えー、返付金を休止された。
支給された。副業が赤字になったため、確定申告で5万円ほど返還される見込みがあり、還付金でごめん。還付される見込みがあり、2月17日に確定申告を郵便、郵送で送りました。本業には了承済み。収入主印が捺印された控えを税務署から返送してもらいましたので、あとは間違いないから振り込みを待つのみと思っていましたが、2月の末に会社から源泉徴収の還付金4000円くらいの支給がありました。気にしなくて大丈夫ですが、私の申告会社が私の申告した会社の申告で上書きということになっているでしょう。皆様のお力をいただければ幸いです。会社から振り込まれた、還付金は年末調整による還付金です。確定申告の還付金とは別です。なんかあれなんだ。俺さ、一昨年まで副業のなんていうのかな、源泉とかも全部会社の総務に持ってったら全部やってくれてたんだけどさ、そういう会社ってさ、異例なんだろうな。だからちゃんとその代わり申告してねっていう、会社側に総務にちゃんと申告してねって、あるよね、そういうとこね。ただこいつなんか怪しさ満点。あ、やっぱそうなんだ。やっぱいいとこだったんだな、あそこ。ホワイト企業だってマジで。ヤフオクの URL、 これどういうことだ。何これ、うんこちゃんの雑談配信2927枠8年間の MP3 ファイル63ギガ。怪しい商売してんだこいつ。個数1個。なんかお前だったら複製して、なんかさ、お前たかだかこれをさ2000円で売るなよ、思い出の品を。取っとけよこんなの。たかだか2000円だぞ。取っとけお前。2000円だって。なんで俺はこいつの商売にあれしなきゃいけねえんだよ。俺が宣伝しなきゃいけねえんだよ。皆さん、じゃあ気に入った方は買ってあげてください。お気に召した方は買ってあげてください。お金に困ってるようなんで。